スボール。つながります。またこのマッチアップ、うん、今度は白井が抜きました。どうだ、フリー、逆転決めました。川原、突き放す愛媛、2対1です。今日は西田そして川原、愛媛を引っ張る2人のリーダーのゴールが生まれました。サポーターもこの2人にゴールが生まれると本当に乗ってきま す, そうです、ね、完璧に崩してフリーの状態で川原がダイビングヘッド。今シーズンこれで11点を取りました川原和久です。ここ早かったですよね、切り返してからもう逆サイドフリーだったですからね、いやこのダイビングヘッドは絵になります。完璧に決めました。ホームゲーム追いつかれたんですが、再び突き放す。